やっと倒した。それにしても素早いモンスターね。追いかけてる間にネプコたちと随分と離れちゃったわ。あ、何かの足音、こっちに向かってくる。アイちゃーん、なに。あなた、確かこの前森の中でレッドちゃん覚えててくれたんだ。さすが私の嫁、この目に狂いはなかったね。そうそう、嫁だったわね。ところで、そんな嫁に何か用？そうだった、アイちゃんはモンスターを倒して旅をしてるんだよね。そうよ。もしかしたらまだ近くにいるかもしれないわね。だからこんなとこいないで町に戻ろっか。まだ来たばっかりだよ。それに今日はアイちゃんのために来たんだから。愛する嫁のためにこの私が命を張ってたくさん連れてきたよ。何を？これで思う存分倒せるよ。どう？嬉しい？これだけのモンスターを集めてくるのって結構大変だったんだよ。でもその甲斐はあったかな。100体以上いるかもね。大変！そんなの相手にできるわけないじゃない！逃げるわよ！あれ？あれれ？戦わないの？せっかく苦労して連れてきたのに。レッドちゃんも急いで！もうこんな危険な真似しちゃダメよ。モンスターって危険なんだから。ごめん、でもアイちゃんが喜ぶと思ってちょっとやりすぎちゃった。そうね、物には限度がある。でも私のためっていうのはちょっと嬉しいわ。本当に？私に対する好感度もちょっと上がったりする？好感度？そうね、ちょっとくらいは上がったりするかな。オッケー、プラス10ポイント、メモしとこうっと。10ポイント？